長尾漢字役の伊藤健太郎さん赤名理科役の石橋静香さん三上健一役の清原翔さん関口里美役の石井杏奈さんですなんとも不思議な雰囲気ですね不思議ですねライブなのか、うん、イベントなのか <laughs> 収録なのかよくわか,、えー、からない雰囲気で <laughs>、えー、どこを見て喋っていいのか <laughs> <laughs> 全て身内だということですけれども、えー、伊藤さん、はいあの、このドラマのオファーを受けた時の印象というか気持ちはどうううだったでででしょうかそそすねでもその、まあ、前回の前作がありますけどもちろん僕、生まれてもないですし、はい、リアルタイムで見てもなかったんですけど、うん、まあでも、そんな僕らの世代でも知っているような、うんえー、作品でもあったので、うん、なんかそれにしかも。 漢字役として物語の主人公としてこう出させてもらえるっていうのはすごく素直に嬉しかったですかね名前は知ってらっしゃったんですか東京ラブストーリー知ってました知ってました中にも出てくる有名なセリフだったりはいろいろあるじゃないですかうん、うん、っていうのもやっぱ僕も知ってたのであそうですか、うん、だからそれほど有名な影響力のある作品にこうして出させてもらえるのはすごく素直に嬉しかったですかね、うんうん、そうですね名前は あの知っているという感じで、うん、あの全然リアルタイムでも見てないですし、うん、だからあその、聞いたことのある伝説的なドラマの「赤な理科という名前はも,もちろん聞いたことがありましたし、うん、それをやらせてもらえるんだなということがなんだろう実感はなかなか湧かないかったです、ねうん、そうですよね。僕も名名前と有名なセリフはなんか バラエティとかで知ったりとかして,知ってたんですけど内容とかはなんかそのすれ違いっていうワードだけは知っててでも見たこともなかったのででもやっぱり視聴率とかそういうのを聞くと伝説的なドラマだったんだなっていうのは分かるのでなんかすごい楽しみでした決まった時は、うん。なんかお話しいただいた時になんかこの作品をこ令和版で新しくやるっていう。 嬉しさとともにすごくプレッシャーも感じました、はい、あのオファーを受ける前にドラマを見たことがあるという方はいらっしゃいますかあじゃあ、えー、その後見たという方はあの91年のドラマというのはあじゃあもう見ないで皆さんもう行こうということ <laughs> 石さん, <laughs> とんといそういういことですよ言い訳としては <laughs> 見ないでいいっという方 あ見ないろんな考え方あると思うんですよね、ね見てからやる、ね、のと、見ないでいこうというのとあると思いますけれども、えー、石破さんはいやあの、本当にだってねあの、伝説的なって言われてる、それほどインパクトがあるものを見てしまったら、やっぱりそれにすごい影響されちゃうなと思ったので、はいはい、私は原作だけ読みました。あ原作あの漫画を読んんだとと <laughs>、はい、いうことですねうです、うん、石井さんは 私もそうです。同じく、はい、ドラマ見ずに、原作だけ読みました伊藤さんだけ、見たっていうことですね。まあ、見たと言っても、あの、なんだろう。一応、こうさらっと、何回も見たわけじゃないです。一応、作品。いや、見たことが悪いわけじゃないです。あの、もちろん、あの、僕も、そう、引っ張られやすいので。そこまで、こう、しっかりっていうか、ラフな気持ちで、こう、見させてもらいましたけど。 はい、見た印象はどうでしたか見た見印象でもやっぱ全然違うじゃないですか僕らこう演じさせてもらっても思いましたけど、うん、やっぱりこうファッション1つにしろ時代背景にしろものにしろ全部違ったので、うん、だからよりなんか楽しみましたけどね、僕はこういう感じなんだ今だととかうん、うん、あでもこうだけどつながっている部分あるなとか,、うん、なんかそういうのは思いましたからね。うん 石橋さんやっぱりその見ないで行った方がいいもんあのその俳優さんの気持ちってのはどどんな感じなんですかその見ちゃうとよそれ質問おかしい。ちょ俺おかしいんだよ。俺仕事の質問だから。見ちゃうとどうかわからない。わからないですよ僕は。そう見た方がいいんじゃないかなとも思うし、まあ見ない方がいいのかなとも思うんですよ。ど。っちもあるんですよ。まあ人によるんじゃないですか。人による。私はでもなんだろう。 なんかこう自由がなくなっちゃう気がしたし<ー>やっぱりもう本当に時代も違って、うん、その今生きている若者の感情と当時の若者の気持ちってやっぱり絶対少しは違うはずなのでうんうん,なんか見ない方がいいかなって思いましたじゃ原作を読んでの印象はどうでしたかあのすごい切なか まあでも私はその理科という役が決まってから読んだのでやっぱり理科の気持ちを追いながら読んでいてそうですねその運命の行く先がちょっと切なあまりにも切ないなとは結末も含めてということですそうですねあのすごい人の恋愛というものを学ばせてもらったというか僕はそんな恋愛してないなっていうのが結構多々あったんです。 漢字に関してはすごい共感できる部分はすごいあったんですけど、うん、僕演じたの三上っていう役だったんですけど、まあ、まんまでしょだってまんまだと問題になるよ <laughs> いや本当に結構僕の中では共感できない部分が多い役だったので、うん、わあ、わあ,あって思いながらやってましたえその三上の共感できない部分というのはどういうところなんですかいや,やっぱりなんていうんですかねあんな大っぴらに女性好き できるって尊敬しちゃうなって思うぐらいの女好きというか寂しくなったら女のとこに行くみたいな。ちょっと僕はなんか理解できなかったなっていうありますけど伊藤さんも理解できない。僕は理解できないです <laughs> 何ですか僕は理解できない。<laughs> いやいやそういう意味でそう理解できな、はい全然。えー、伊藤さんどうですか？漢漢字役ですけどもう。でもなんかこう田舎から出てきて、はい。 いわゆる勘違い言うんですけど東京みたいな女性まあ理科のことですけどはい、はい、と出会っていろいろ振り回されてしまったりとかっていうなんか心がいろんなところにいろんな動き方してしまう感覚はまあ確かに分かるなというか理解はできる人あの男性の方は特にこう多くいるんじゃないかなっていうのは思いましたかね久しぶりに久しぶり,お久しぶりです半、ね、年以上どうですか誰か、変わったなみたいな。

やっぱあのね三上の家がすごいんですよ。そうでそこから見る景色を四人で見てるシーンがあるんですけど、あそこすごかった。そう外です。あのベランダですね。ベランダその三上の家の何階？なんか最上階ぐらいですかね。最上階ぐらい。このベランダの景色は偉大性能。そうです。やっぱお金を持ってる。 親のすねかじってるやつの主翼にもらってる人の家だということですね僕ではないですよね僕じゃないけど一貫して三上と僕は違うということはい。でもなんか東京ラブストーリーって感じしましたねカンチとリカとしてのそのお二人の交わりというのは 変でしたよね。喧嘩もするわけですよね。喧嘩もするし、仲直りもしたり。うん、すっごい仲良い,い時と、すっごい仲悪い時と。なんか感情がもし目に見えたとしたら、ものすごい。なんか爆撃を、うん。<laughs> を投げ合ってるみたいなぐらい、すごい感情の交換をしてた気がしますね。ね、うん、なんか理科って。急に百出すんですよ。す普通に今まで喋ってんのに。うんはい 急になんか変なスイッチがって、ボンってくるんですよ。うんうん、やっぱ、それは。面白かったですね。それは大変だったですか。石破さんは。大変でした。すごく疲れました。うん、<laughs> ご自身の中にはない。ご性格というか部分。ですか、まあ、ないことはないかもしれないですけど、ただ。普段、やっぱり、そこまで出すことはないので。うん、すごく勉強になりましたね。なんか。 そこまでなんだやっぱそれだけのエネルギーがいるのでなんかすごくお腹空いたなみたいなお腹いな腹空くぐらいこういろんなうこうカロリーを使うということですよね。令和2020年に東京ラブストーリーが新しく帰ってきますけどもともとのファンの方々もたくさんいらっしゃると思うんですけど。 なんかそこまでもともとの,ある,元々のがあるからとかえ考えすぎずにフラットな状態でえ見ていただけたらすごく嬉しいですしこうまあ僕ら4人の中で起こってる恋愛模様みたいなものがこのね今なかなか外に出れない状況の中でみんな一緒にこう巻き込んでえドキドキしたりハラハラしたりワクワクしたりしてもらえると思うのでえぜひ楽しみにえ待っていてもらえたら嬉しいなと思います。 あのえっと、いろんな大変な状況にいる方もたくさんいらっしゃると思うんですけどえこういう時にこの4人と他の、えー、登場人物のいろんな言動に一緒に振り回されてハラハラドキドキして涙したり一緒に怒ったり、うん、喜んだりしてもらえたらいいなと思います。えー、前回の作品を見ている方は まあ、そのインパクトはものすごく強いと思うのでそれと比べて見てもらってもいいと思いますしでもやっぱり時代も変わってあの人のなんだろうなうんなんだろうな東京っていう街も変わっているし今の若者が感じることもまた違うのでそういう新しい発見もしてもらえたら嬉しいです。あと若いこの同世代の方々には ぜひ見てもらいたいいですいろんなあの感情を一緒に冒険するような時間になったらいいなと思いますえっとすごい僕自身あの見させていただいて楽しめましたしあの撮影中もすごい心が忙しかったりして大変だった思いもあるんですけどこうして映像として見た時に「わあやってよかったな」とか思ったのでぜひ皆さんにそれを見ていただきたいですし。 あのこういう世の中なので今是非見ていただいて気持ちを豊かにしていただけたらなと思います。ぜひ見てください、えー、私もこの映像この作品を見ながら次の輪はどういうふうになるんだろうとかどんなふうにこう表現されているんだろうというのをすごくワクワクしながら見ていたので。 4四者4四様の恋愛感がこの映像の中に含まれていると思うのでなんかいろんな感情になりながら何より楽しんでいただきたいなと思いますよろししくお願いします。